ここからはもっとゴジスタ今日は特集深堀タイムズの担当記者に取材の裏話などを聞いていきます今日の担当は石垣記者ですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、この特集深堀タイムズについてのもっとゴジスタは多分これが年、ね、始一発目の配信だと思うんですけども、はい、年末年始どうですか石垣さんはゆっくり過ごすことはできましたかそうですね あのまあ感染拡大が心配される中ですけれどもしっかりと陰性を確認した上で、はい、のこの度はあは実家の方に。 帰らせていただきました。まあ、そういう方ね、結構多いんじゃないかなというふうにもね、思いますよね。そうですね。まあ、ただ、年末年始の状況と今配信を行っている、今日現在では、またね、状況変わってきている中でうん、うん。そうですね。はい、今日の特集というのが、オミクロン株、重症化しにくいからこその、新たな脅威。というタイトルでお送りをしました。はい、内容としましては、まず、オミクロン株の特徴。そして、オミクロン株の感染が増えれば増えるほど、さらに。ウイルスの変異が起こる可能性というのが、高くな。った でゆくゆくはオミクロン株の感染力とデルタ株の重症化のリスクが高いというその併せ持ったようなもっと怖いウイルスが生まれるっていう新たな脅威があるんじゃないかというのをあの公立統制病院の武藤医師に伺ったという内容だったわけなんですけれども石垣さん、まず武藤医師が発言の中で最悪、愛知県内だけで感染者1万人っていう可能性もあるぞって話、ね、結構これ、衝撃的だったんですけども。 あのそうですねその、やっぱり感染力の強さというのがオミクロン株、かなりあの、うん、問題になっているんですよね、うん、これまでのデルタ株もかなりあの感染力が強いとあの言われてきました、あの1人の患者さんがうつす相手というのは5人から9人と言われていたんですけれども、デルタ株の時点でそれだけそうですね。はい それがオミクロン株になると10人から15人以上ということで、はあ、武藤先生は感染力の強さはデルタ株の2倍から3倍程度になるのではないかというふうに話をされていましたねこれはもう大変なことですよね怖いですよね、うん、でもそんな中で例えばネットなんかでは オミクロン株症状も比較的軽いみたいだしただの風邪なんじゃないのみたいな意見が正直あるのかなと思うんですけどもそうです、ね、これって武藤医師はこれはあくまでですね重症化しにくいというのはワクチンを2回きちんと打ったっていうことが前提になっているんですよねワクチンをしっかりと2回打っている前提であの感染をしたとしても。 あの軽症で済んでいるケースが多いということであのこれワクチンを打っていなければデルタ株ともう同じ。 でですね、あの重症化するリスクは十分あるということですので決して安心してはいけないということになってくるんですよね症状が軽いのはワクチンをちゃんと2回打っているからだという前段階があるわけなんです一方でワクチンをそれだけ多くの方がまあ今、ここ日本で打っている状況の中でも感染拡大が今、起こっているという状況については武藤先生はどんな意見なんですかね。そうですねこれあのワクチンを打ってから効果っていうのは 半年ぐらい経ってしまうともう効果が半減してしまうというう言われているんですよい。はい、ワクチンを打ってから大体2週間から3か月程度ぐらいがかなりあのワクチンの効果感染しない。 防止をできる<っ>そういう効果が高いと言われているんですが、はい、半年以上経ってしまうとワクチンを2回打っっててていても感染はししやすくなってしまうただはは重症化のリスクは避けられるんだけれども感染そのものはしやすくなってしまう現状があるということがですねこれ海外のデータで報告があるということですね。ははということはワクチンは今2回打ってる状況なんですけども今後定期的に例えば3か月スパンとかで打っていかなきゃいけないっていう未来も あるんですかねそうですね、これその3か月ぐらいで効果が下がってしまうと考えると3か月ごとに打っていくのかと思うと年4回とかいうことになってしまったりして<あ>結構ね、ちょっとしんどいのかな、実は結構高熱出まして <laughs> 39度ぐらいが、まあ、2日ぐらいかな、出たんですがあれがじゃあ年4回あると思ったらな、うんね、かなかちょっとねハードルですよね。だから社会がどうい スタンスになるかっていう部分が大事みたいでですね。社会のスタンスですか、はい。つまりですね、その感染することそのことこそが、あの感染しちゃいけないんだよっていう方向に行くのか。それともはははもう二回ワクチン打っているんだから、まあ感染しても仕方ないけれども、あのまあ重症化止められるから、あのまあ感染そのものはまあ仕方がないっていう考え方になるかどうか。ああ<ー>、本当にそのワクチンをあの打ち続けるっていうのは、もう感染し したらやっぱりこうダメだめなっていう風潮がずっと続くとやっぱりずっと落ち続けないといけないっていうことになってきますよね。本当にその考え方によって今後の,その未来の,そのワクチン接種に対する私たちの向き合い方が大きく変わっていくっていう武藤先生の見解なんで,ですね。うん でまあ、その政府がどういう方向に舵を切るのかっていうところになってくるわけですよね。も、ね、もちろんそこには世論もあるでししょう今のお話ですとワクチン2回打っていれば重症化のリスクっていうのもだいぶ下がっているよって話だったと思うんですけれどもその時と思うのは12歳未満の子どもたちは現状、ワクチン打ってないわけじゃないですか。うん、親御さんも含めて結構心配よね これは私もかなり興味になって先生に伺ったんですけど、はい、ここはですね幸いその従来通りですねあの新型コロナお子さんはそれほど重症化しやすいということはないらしくて<ー>今回のオミクロンに関しても、まあ、重症化リスクは割と低いというふうに、まあ、いずれにしましても全世代共通だと思うんですけども先生おっしゃってた早期に発見するということがすごく肝心だというお話が本編にもあったと思うんですけれども。まあ で当然、私たちの基本的な感染対策はもちろんなんですけれどもそしてもう一つできることというのは武藤先生、どんな意見なんですかね。感染対策についてその早期に発見するための<あ>、はい、そうですねあの。もう今ですね、あの、 抗原検査キットがもう薬局どこでも売ってるような状況なんですよねああ見かける機会だいぶ増えましたよね、はいはい、で私もあの初期の頃はあは唾液の PCR 検査あるあの機関で医療機関であの受けて1万円以上かかったんですけどああ今あの抗原検査キット1300円とかあの1000円台で買えたりもしますので、うん、もうだいぶもうお値打ちになってきたというか。あの そういう意味ではもう頻繁に受けられる状況というのは整ってきたのかなというのも思いますしなんでまあそういうのを定期的に受けていくことがやっぱり大事だという,ふうに先生は話されてましたねその検査っていうのがそんなに検査するほど大げさなっていうのはこれまでの心構えだったかもしれませんけどその心構えのハードルをぐっと下げて何か違和感があったらじゃあ検査をしてみようという,ふうな考え方を。そうですね、はい、もう本当にあの なんか急に今日鼻水出てきたなとかなんかちょっと咳が急に出てきたなとかそういう違和感があったことそういうポイント小さなことでもいいから何か違和感があれば検査してほしいと先生がお話しされてましたねわかりましたはい、ここまで石垣記者とお話をお伝えしました皆さんもぜひ参考になさってみてくださいそれでは失礼します